皆さんこんにちは。三重県津市にあります赤塚植物園 FFC パビリオンの青木です。今回は剪定の済んだ株の植え替えをご紹介いたします。植え替えは2月の中旬までに済ましておくのがベターです。完全に根の詰まった株の場合、春の開花、それから今年1年間の生育がうまくいかず、ちゃんと花が咲かなかったり枝が伸びなかったり、悪いことばかりです。必ず冬のうちに植え替えをしておきましょう。植え替えの準備物です。そして今回は特別な道具、植え替え名人というのも使用します。一回り大きな鉢に植え替える場合でも根を切りましょう。根を切りますと、根は切断面から新しい根を出して、先っぽの方が活性化されます。そして上の不要な部分ですね、その部分も切ってしまいましょう。上の数センチというのは皆さんの水やり、雨で叩かれて非常に硬くなっています。また皆さんが与えた肥料の残存物、余計なものも溜まっています。そして雑草の種なんかも残っておりますので、必ず上数センチも切りましょう。そして側面も落とします。一番下の根が回っている部分も一番硬くなっていますので、そこも切ります。そして株の向きです。さっきまではこの角度で植えていました。そのままではなくて株の角度を考えます。バラはほぼすべての株が接ぎ木ですので、台木側と穂木側があります。台木側の方からは芽が出ません。ですので穂木側をやや上に向けて傾けて植えましょう。そうすることで来年出てくるであろうシュートが形よく出てきます。また上向けることでこの部分に光がよく当たるようになりますので、よりシュートが出やすくなります。では植え替えの作業を開始します。まず用意した用土に元肥を混ぜます。用法用量はパッケージに従ってください。次に用土を湿らせます。ダマにならないように混ぜます。目安は軽く握って少し割れる程度が目安です。ここで活躍するのが植え替え名人です。最初に説明したコツの通りにカットをしていきます。まず上側、非常に土が硬くなっていまして、いらないものもたくさん溜まっています。そして側面もカットしていきます。このように古い根をカットすることで新しい根の伸長の促進をします。慣れないうちは怖いかもしれませんが、一度やってみてください。そして底の部分もカットします。カットし終わりましたら少しほぐしていきます。やみこみにほぐすのではなくて、植物の根っこは縦に伸びています。指先を使って縦に少し土を落とす感覚で行ってください。今回使うこのようなスリット鉢には鉢底石は必要ありません。陶器鉢なので穴が1箇所
もしくは小さい穴しか開いてないという場合、水はけの悪さが懸念されます。そういった場合のみ鉢底石を使いましょう。ある程度土を入れましたら、一度仮据えを行います。ウォータースペースの位置を意識しつつ株の向きを考えましょう。今回は台ギアがこちら、ホギ側がこちらですので、このように傾けて植えます。イメージとしてこの春に出てくるシュートはこう出てきます。冬のうちは少しバランスが悪いように思いますが、シュートが出ればバッチリです。傾きが治らないように押さえながら土を入れていきます。先ほど説明したウォータースペースも意識しますが、バラは接ぎ木ですので接ぎ木の部分が隠れないように土を入れていきます。土がしっかり入るように手で押さえたり、少しトントンとショックを与えて隙間がないようにしましょう。それでは植え替えの終わった株のその後の管理のポイントです。植え替えが終わったらすぐに水を与えます。この時しっかりそこから水が出るぐらいたっぷり与えましょう。そして2番目です。置き場所です。大事なバラの場合、暖かい場所とか中には屋内に入れてしまう方もいらっしゃいます。それではしっかりとした休眠が行われず、春の開花がしっかり行えません。ですので吹きさらしの寒いところに置いて管理をしましょう。その後の水管理ですが、冬の間はほとんど必要がありません。吹きさらしのところに置いておけば夜露が降りたり、また雨が降ったりして、ある程度土は湿りっぱなしです。ただしずっと乾きっぱなしでは根によくありません。その時の気象状況とか土の表面の様子を見て水は与えてください。これさえやっておけば春の開花はバッチリ咲くはずです。皆さんもぜひ冬の植え替えしっかりやってください。